ナイロビの蜂は、イギリスの作家、ジョン・ルカレが2001年に発表した小説、および小説を原作とする2005年公開の映画。執筆の年から遡る20年前、ルカレがバーゼルのビアホールにいた時、黒い髭にベルエボの男が、両開きのドアから自転車ごと入ってきて、テーブルのそばに自転車を置いて座った。男は、科学者で、 対人毒物の研究に参加することを拒絶して、今は無政府主義者だと話し始めた。その人物は、ラインガー上流の歌詞にひしめく、マルチと呼ばれる、多国籍製薬会社の悪用をルカレの脳裏に、焼き付けた。ルカレはいつの日かこの男と、マルチのことを書こうと思い、ヒゲやベレー帽や自転車は捨てても、男の怒りだけは、将来のために取っておこうと思ったという。ルカレは、 小説の舞台をアフリカにすることを考えた。まず、国際石油企業に略奪され、汚染されたナイジェリアを舞台にすることを考えたが、どうも平凡に思えた。そんな時、赴任先のほとんどがアフリカだった元ミロクの、テッドユーニーが製薬業界はどうかと提案した。ルカレはケニアを取材。そして調査すればするほど、アフリカにおける製薬会社の無法ぶりに憤りを覚えたという。 本作品は、イベット・ピエル・パオリに捧げるとの拳字がある。事前活動家のピエル・パオリはある彼の古い友人で、登場人物のテスサ・クエールのモデルとされている。アフリカの貧しい人々、特に女性への献身、監修への軽蔑、断固己の道を行く異常なまでの信念は、かなり意識的にイベットに習ったと彼は述べている。2001年1月に刊行され、イギリスでベストセラー1位になり、 13週連続でトップ10入りした。アメリカではニューヨークタイムズのベストセラーリストの4位になった。フランスでもベストセラー1位に輝いた。ドイツでは最初の週だけで5万部を売った。2005年公開。ブラジル人監督フェルナンド・メーレレスがジョン・ルカレの同名小説を映画化した。レイチェル・ワイズが2005年のアカデミー助演女優賞。 ゴールデングローブ賞の助演女優賞を受賞。ケニアのナイロビに駐在しているイギリス人外交官のジャスティン・クレールは、ある日、弁護士であった妻、テッサを何者かによって殺害されてしまう。その真相を追うジャスティンは、背後に製薬会社の絡んだ陰謀があることを突き止める。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。